ムリシラ・マーリョは、ブラジルサンパウロ州サンパウロ出身の元サッカー選手、サッカー指導者、現役時代のポジションはミッドフィールダー、ムリシハ・マーリョと表記されることもある。1970年代にサンパウロ FC に在籍し、177試合出場して26得点した。当時サンパウロ州では、ペレの後継者の一人として名が上がっていた。1975年には、 サンパウロ州選手権。1977年には、ブラジル全国選手権で優勝した。1985年、膝の怪我により30歳で引退した。メキシコのプエブラ FC で監督としてデビュー。1993年には、テレサンターナーのアシスタントコーチになった。1994年には、サンパウロの B チームと共に、コパコンメボルを制覇。このチームには、 後からブラジル代表となるロジェリオセにジュニーニョ・パウリスタ、デニウソンらがいた。同年には A チームの指導を経験。1997年にはサンパウロのオフィシャル監督となったが数ヶ月で解雇された。その後数クラブを渡り、2001年と2002年にクルーベ・ナウチコでペルナンブーコ州選手権連覇を果たした。クラブの12年ぶりのタイトル獲得監督となり、 再びメディアの前に現れた。翌年 SC インテルナシオナルに指導の場を打ちし、同チームをリオグランデドする州選手権王者へと導いた。2004年にはサンパウロ州の AD3 回ターノへと渡り、クラブの初タイトルを獲得。翌年再び SC インテルナシオナルへ戻り、州選手権優勝を獲得した。これにより5年連続で、 州選手権王者となった。その活躍により、サンパウロ FC が無理しを招集し、9年ぶりに古ス復帰となった。サンパウロ FC では2006年2007年2008年と、ブラジル選手権3連覇を成し遂げた。2009年8月、成績不振のため、サンパウロ FC 監督を解任、同月 SE パルメイラスの監督に就任。2010年7月、 ブラジルサッカー連盟からドゥンガ監督の公認として、ブラジル代表監督に指名されたが、フルミネンセがラマーリョの代表監督への転出を拒否したため、ラマーリョのブラジル代表監督就任は白紙撤回という形となった。2014年9月25日、体調不良を訴えたため、サンパウロ市内のサンルイス病院に緊急入院したことを明かした。2015年4月6日に、 胆石悪化による手術を理由に、サンパウロ FC の監督を辞任して、以降は現場から離れた。2015年12月、2016シーズンから、CR フラメンゴで、再び監督業に復帰することを発表した。5月26日、健康状態が思わしくないことから監督を辞任。ありがとうございます。